はい、じゃあ今年の活動すごかったですね、本当。新しい学校のリーダーズさん、さすがでした。ということで、またちょっとこのファーストディークで、またちょっとこのマイクに向かってね、歌ってもらいたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、それでは歌わせていただきます。あ、じゃあお願いします。わかってる、欲しいんでしょ、それじゃあげる。あ、ちょっと止めてください。ちょっと止め、あれ、すみません、こっちか、歌詞か、あ、違うでございましたか、違うでございましたか。そうですね、わかってる、欲しいんでしょ、つややかな、この唇。なんて言ってました？ちょっと私も覚えてないでございまする。そうですか。じゃあ、ちょっともう一テイクいきますかね。はい。ちょっとファーストテイクですけど、こちゃちゃん2テイク目ということで。それじゃあ、お願いします。ではいきます。わかってる、欲しいんでしょ、それじゃあげる。ちょっと止めてください。なんかすぐ上げてません？ すいません。わかってる、欲しいんでしょ。ああ、そこですよね。なんていうかな。もうすぐクリスマスだし、年末だから、あげた方がいいのかなって。欲しい人にはあげた方がいいのかな。あ、いや、いや、すみません。こっちの方ではちょっと普通に、歌詞通りに歌っていただきたいんですよね。あ、歌詞通りにでございますか。はい、はい、わかりました。じゃあもうこれで本当に最後にします。これで本当に最後にします。ごめん、ちょっと一応さ、一応予備のアーティストだけちょっと準備しといて。あ、お願い、お願い。はい。すいませんね、リードさん。じゃあちょっと、それじゃあ、3テイク目、ファーストテイクですけど。はい、お願いします。それでは、行かせていただきます。わかってる、欲しいんでしょ、それじゃあげる。もうダメだ。もう全然違うもん。もうすぐ開けちゃってるもん。欲しいんでしょって、って言ったらもうすぐ開けちゃってるんだもん。ダメ。違う、全然違う、全然違う。あ、違う。あ、違う。あ、間違えた。ラジオだ。12月16日土曜夜9時半となります。なりました。今夜も始まります。マヤラジ土曜の夜はあなたにとっていい夜を。ということで、前振り長いって怒られたばっかだったわ。怒ってはないか。怒ってはないけど、前振りが長いってね、言われちゃいましたね。前回。まあ、でも、まあ、でも、ね。これ楽しみにしてる人いるでしょ。私もね、どういうネタをしようか毎回考えるの大変なんですよね。はい。ということで、なんか話そうと思った。なんだっけ、なんか話そうと思ったんだよな。今週、そうです。あ、月曜日ね、頭痛すぎてすいませんでした。休んじゃってね。プレミア公開やったんだけど、配信休んじゃってすいませんでした。はい。早速いきますか。あ、そう、使うね、トークテーマにしようと思ったんだけど、間違えてね、前回このトークテーマにしてしまいました。それが、今週の前半トークテーマ。購入者限定、チェキの感想。ということで、はい、コメントいただいております。それでは読んでいきたいと思います。ラジオネーム、総理さんからのコメントです。チキのコメント。私は5枚しか買わなかったので、選択肢が少ないのですが、サンタクロースのコスプレがいいです。お、激レアじゃん。サンタのコスプレは激レア。5枚買ってサンタのコスプレ入ってたのはマジで運が良すぎ。ちょっと私も自分のチェキ見ながら、このコメントね、コメントの方を見ていきたいなって思います。どっちのサンタだろう？恥ずかしそうにしてるサンタかな？それとも、これ私が着るの？みたいな顔してるやつかな？どっちだろう？ どっちも入ってたらマジでレア。マジで運いい。続きまして、ラジオネーム、伊藤さんです。
トークテーマです。ルイ・エンマの見ている先は過去、未来、それとも現在、いずれにしよう、何か見据えていてかっこいい。ルイ・エンマ見てみよう。ルイ・エンマ、あ、これはかっこいいねこれはかっこいいね。うん、男前な顔してるよね。イケメンだよねなんか自分でもね、うん、あの自分と思えない。え、自分じゃない、まあ、メタ発言は良くないか、メタ発言は良くないけど、うん、なんか男前に見えるね、このルイね。はい、同じく伊藤さんです。サントコス可愛すぎる。この2枚どっちも見てくれたのかな、このへへへと私ってやつ、うん、これね、めちゃめちゃ恥ずかしかったですけどね。竜産神を見つめると自分の顔が赤くなるの、なぜ。竜産神見てますか、竜産神ちょっとなんかこうクイッと片方の口角を上げて優しい眼差しでね、レザージャケットを腕を組みながらこっちを見てる、この感じね、この感じね。うん、優しい、やさめんだね。おふざけバージョン。ライムくんはみやびスピリットガイドさんと現在仲がいいので嫉妬しています。あ、まあなんか確かにこの時期見るとお互いなんかお互いあれだね、みやびがはーいみたいな感じで、ライムが何みたいな感じに思えちゃうね。2枚揃った方はこうやって見比べるとそういう風に見えるかもしれないね。でもほんとさ、めっちゃキャラ作りできてない？自分で言うなだけど、めっちゃこう、全然なんか同じ人に思えないもんね。キャラが全然違うみたいな。背景が違うからかもしれないけど。はい。ということで、伊藤さんありがとうございました。続きまして、ラジオネームエンジェリングさんです。トークテーマです。クリスマス限定チェキ、私の宝物が増えました。新しいグッズ着々と増えていますね。この勢いでどんどん大きくなっちゃいましょう、ということでね。そう、なんかやっぱこういう仕事をしてて、やっぱり形に残る何かっていうのをやっぱりね、今後も多くしたいし残していきたいなっていうふうに思うので、今回このチェキ作ったじゃないですか、うん、このチェキね、チェキたち自分でもなんかコンビニとかで印刷して、あ、こういうの作ったなっていう風にね、ちょっと枚数が多いので値が張っちゃいますけど、あ、こういうの作ったなって思い出になるからね。なんかこう2023年のクリスマスチェキはこんな感じだったみたいな感じでねねとか言って撮っとこうかな。うん、勝手にしろって感じですか？すいません。同じく、エンジェリングさんです。トークテーマ2です。限定チェキ、印象的だったのは、やはりドンタコス、あ、間違えた。サンタコスです。これ、私が着るの？っていう声が、もうね、本当に。確かにね、とっても良かったです。あと、あれ、この表情どっかで見たことあるけど、どこだっけって、とってももどかしい思いをした一枚があるのですが、左手がパー、右手がグーで、寄り目の一枚、チャイナ系のね、はいはい、チャイナ、ちょちょ夢心地やの、うん、そう、チェキの宣伝に使われてたね、一枚、うん。あれですよ、チェキの、これもね、見本的な感じでね、宣伝に使われてた一枚なので、どっかに違う元ネタが、あったら、グッズとして成り立たないので何、門外不出不出言ってんの私そうだね、SNS とかにはねデータは上げられないので、これは本当にどっかで見たなっていうのは、多分そのチェキの宣伝に使われて、それ以外のところでは使われてないので安心してください。はい、続きまして、同じくエンジニングさんです。トークテーマさんです。私のお気に入りのチェキ、みやびさんや、みやびさんね、可愛らしい、エマさんも良かった、エマめっちゃ、これめっちゃエマ似てるよね。我ながらこの表情とこの髪型の
エマシーンめっちゃ似てるよね。よかったですが、一番のお気に入りは猫耳ヘッドホンとクッションと一緒に布団にくるまり、 あったね。穏やかな表情で目をつむってる一枚です。なんかこれなんか人間見てる気がしないよね。なんか猫見てるみたいな感じするよね。穏やかなその表情が私に平穏をもたらしてくれそうで、ご利益がありそうな、とってもとってもお気に入りの一枚です。どのチェキも私の大切な宝物です。ありがとうございました。ということで、いいことあるよ。財布に入れときな。あの名刺と間違えて私のチェキ渡さないようにして、うん、こういうものと申します。あ、間違えたってなんないようにしてくださいね。はい、確かにこれはなんか本当に猫みたい。うん、以上ですかね。はい、ということで皆さんコメントありがとうございました。ということで、私もなんかお気に入りのやつある。私はね、私のお気に入りはね、剣かな。うん、剣、私と剣のやつ、剣っていうのはトランペットね、とのツーショット。あとはね、エマシーン良かったね。エマシーンめっちゃ似てる。言っとくけどエマシーンめっちゃ似てる。うん、あとはサイバーパンクの時のこのあのポーズもまあまあなんかいいポーズしてますね。うん、死後の世界シリーズで言うと、ルイはかっこいいよね。ルイかっこいいわ。まあ、ライムもいい表情してるな。うん、なんか成長して大人になったみたいな。ライムもいい表情してるな。ってな感じですね。はい、買えなかった方、残念でした。残念でした。はい、ということで、もし来年もあったら買ってくださいということで、また分かんないね。なんかまたどっかでグッズ展開、まやさんしましょうみたいな感じになったらするかもしれません。ということで、来週のマイラジ前半のトークテーマの発表です。来週のマイラジ前半のトークテーマは、まあ、なんかね、先日、今年の漢字っていうのが発表された、ね、世間では発表されました。来週のマイラジ前半トークテーマは、皆さんにとっての、皆さんにそれと私含めての今年の漢字、今年の漢字、まあ、皆さんの今年1年をこう振り返る漢字は何かなっていうのと、こう皆さんにとって私を漢字一文字で今年を表すとどんな漢字ですかっていう、どんな漢字、どんな漢字の漢字ですかっていう、ちょっと意味がないね、ごめんね、っていうのをお聞きしたいです。はい、まあ、一つはまあ自分自身の今年の感じ、うん、でもう一つが私一人リスナーにとってまゆちゃんの今年のみたいな、自分こう私一視聴者としてのまゆちゃんの一年はこんな字でしたみたいな、こんな感じの感じでしたみたいな、ちょっとすいませんね、意味わかんないね。はい、ということで、まあこの2つをね、送ってきていただけると嬉しいなというふうに思います。同じでも構いません、うん、同じでも構いません。まあ私もね、今ちょっと考えてる感じがあるので、それはまた来週トークテーマの時に話したいなというふうに思います。忘れてなければ、忘れてたら生配信とかでね、言うかもね。はい、ということで、だから来週はクリスマスイブイブだね。イブイブ、23日イブイブですね。はい、ということでお待ちしております。ジングル挟みます。土曜の夜はあなたにとっていい夜と、12月16日土曜夜、マユラジです。番組後半で、うわー、1週間皆さんからいただいたコメントに返信してあげます。ということで、
ラジオネームエンジェリングさん、サンタさん夢に出そうということで、このサンタコスのやつですね、うん、あとね3つぐらいサンタコスのショート動画があるので、もったいぶりながら上げてきます。あんまり一気に送っちゃうとね、一気に投稿しちゃうともったいないので、はい、続きましてラジオネーム平茂人さんです。コメントを自分なりに考えて送ってるけど、やっぱり難しいな。いいコメントを考えて出してるつもりだけど、気に入られなかったらどうすればいいかわからなくなってきた。今時の子は難しいね。別に気に入られないのは仕方ないけど、何か伝わればいいかとは思ってます。うーん、なんだろう、私ね、その見えちゃうんだよな。見えちゃう。そのなんだろう、コメントのその先にあるその人の心理状態見えちゃうんだよな。うん。そうだから、ね、良くないんだけど、良くないんだけど、あ、そうだな。ちょっとこの人は自己満で、自分の言葉の影響力とか顕示欲とかで、なんかこういう風に言ってくれてるんだなっていうのを分かってますよ。でもコメントしてくれるだけで嬉しいので、そんな深くね考えないでくださいね。私も深く受け止めてないので。いや、まあこれはね、いい意味でウィンウィンな関係で、はい、すいませんね、なんかこんな感じで。はい、続きましてラジオネーム伊藤浩一様です。これよこれ、可愛すぎて惚れてもやろう。ダメよ、ダメダメ、いろいろあれだね、掘り込んできたね。まずはダブルコロンだっけ、ダブルエンジン、ダブルコロンで、ダメよダメダメが、なんだっけ、エレキトリック連合だっけ、自分でも制御できない、何を。コメントを制御できないのか、変なコメントしちゃったってことかな。はい、続きましてラジオネーム同じく伊藤浩一さんです。まやさんに生かされてるのは私かもしれない。嫌なこと、悲しいこと、怒れること、イライラすることがあっても、ここに来れば癒されるし、さらに心の底から笑わせてくれる。いつもありがとうございます。これからもよろしくね、ということで。もうこんなこと言われちゃうとさ、まだまだ私生きないといけなくなっちゃうじゃん。ありがとうございます。続きまして、まあなんかこういうコメントいいんだよな最近。ビカムイウリアさん、怖いんだけどさ、まやさん、あなたの血が欲しいです。まやさんは、あなたは性です。契約を結びましょう。まやさん、あなたの血が欲しいです。怖い怖い、なんか怖い。はい、続きましてラジオネームエンジニングさんです。同じところで受けていた伊藤さん、多分今私と同じ気持ちなんでしょうね。涙が出てしまいました、ということで、今生きたいの死にたいのっていう動画でしたね。まあ、動画見てください。死のうとはしませんので安心してください。ということで、続きましてラジオネーム伊藤浩一様です。休むときはしっかりと休みましょう。無理は禁物ですね、ということで、本当にすみません、本当にすみません、マジで頭が痛かった。具体的に頭の中に何かあるみたいな、具体的に頭の中絶対なんかが棒状のものが突き刺さってるような痛さね。はい、続きましてラジオネーム平茂人さんです。しげっとおじいちゃんだぞ。まやちゃんは NPO 法人に加入してるのか、ユニセフかと思ったよ。けど偉い。まあ無理せずにね。1,2,3,4。またね、5がないじゃん。まやに恋する5秒前なのに。5がない。こういうとこおじいちゃんだよな。別加入してるっていうよりかは募金してるって感じかな。別、加入なんてこう重いものじゃないかな。うん。加入してると思いっきりなんか力、ね。貸してるみたいな感じだけど、私にはそれほど力がないから、そんなことないです。加入とかではないかな、募金だけかなって感じで。佐藤啓太様です。こんばんはです。ごゆっくりとお休みください。お大事に、ということで、ありがとう、優しい、ありがとうね。ちょうどホルモンバランスのね、こう変動がある時に低気圧が重なって
ね、頭が痛くなっちゃったのかな、うん、続きましてラジオネームエンジリングさんです。毎月の募金、まやさん本当偉いですね。それにしてもブラウザバックするとっていうこういうシュールなのが好きなんです。エンディングもいいですね。やっぱり動画が締まりますね。エンディングいいよね。ね、満足するまで私はエンディングを作り続けます。ということで最後です、こちらが最後となります。ラジオネーム JP7 さん、お体大切にゆっくり休んでくださいね、ということでスーパーサンクス800円いただきました。ありがとうございます。7さんありがとう。 JP7 さんありがとう。スーパーサンクスいただきました。はい、ということで今週のマヨラジは以上となります。来週のマヨラジ前半トークテーマのおさらいです。来週のマヨラジ前半のトークテーマは皆さんの一年の感じ、そして皆さんから見たまゆちゃんの一年の感じということで、お待ちしております。はい、年も暮れに入りそうですけども、皆さん今年一年本当にお疲れ様。あともう少し頑張って年末ゆっくり、お正月ゆっくり、死後のスカイ見ながら年越そうぜ、ということでありがとうございました。それでは皆さん、いい夜を。